2021年に行われた東京五輪の銀など、卓球女子団体で3個の五輪メダルを獲得した石川佳純さんが、プロ野球の始球式で見せた、かっこよすぎる、投球フォームに驚きの声が集まっている。インスタグラムに画像を公開、体が一直線になってる、さすがアスリート、フォーム決まってます、とコメントが寄せられた。綺麗な軸足でピンと立った。6日、東京。 神宮球場で行われたヤクルト、阪神戦の試合前に始球式のマウンドに立ったサウスポーの石川さん。右足を上げ、ブラブを顔の前に構えた瞬間だ。視線は鋭く前方をえ、背筋もまっすぐに伸びている。投球シーンを切り取った画像をインスタグラムに公開。神宮球場にはよく試合を見に行っているのでマウンドに立てるとは。貴重な経験をさせていただきました。 と感激した様子を記し、舞台裏で同じ左腕の石川雅則投手から指導を受けている画像も添えた。ファンからは驚きの声などが上がっている。かすみちゃん、フォーム決まってます。目が勝負師になってる。体が一直線ですね、いいフォームです。かっこいい。さすがアスリートですね。やっぱりスポーツ選手ですね。投げる顔が決まってます。エースの目になってます。